皆さんは占いって信じますか？というね、問いかけから今回始まってみましたけど、今回はハイチのダラダラジオ321回でございます。でテーマがですね、書いてありますが、人生で最も幸運を手にするというテーマで喋っていくんですけども、冒頭の待って質問に行く前に、今日は6月7日ということで、6月1日を過ぎました。つまり、活動が9年目になりました。本当にたくさんの方からね、メッセージをいただきまして、まだ全部読めてないんですけど、本当にありがとうございます。どれもね、本当嬉しい内容なんですが、去年と変わったなと思うのが、保護者の方からのメッセージが非常に多い。いやー、今年のさ、2020年の目標にも掲げてましたけど、保護者の認知度アップというところを目標にしてた自分にとってはですね、認知されるだけが目標だったわけですね。まあもちろんまだまだなんですけど、でも認知された上でそういったメッセージを送っていただける保護者の方にとって、そういう存在になれてるということがですね、はい、たくさん泣きました。はい、現場からは以上です。本当にありがとうございます。で9年目もね、変わらず頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。で冒頭の質問がですね、占い信じますかっていうところなんですが、今回ねちょっとそこが話のキーポイントにちょっとなっていくところになります。でテーマについて説明しておくと、これは数日前にヒカキンさん、 YouTuber のねヒカキンさんがツイートしてたやつで、生年月日で分かる2020年あなたの運勢と、1月からね12月までに言葉が決まっていて、1日から31日までにも言葉が決まってると。で生まれの月と日を言葉を組み合わせたらあなたの運勢になりますよと。でそれがね、3月が人生で最もで、11日が幸運を手にするということで、私は3月11日生まれなんで、人生で最も幸運を手にするらしいです。今年2020年、いいこと起きそうですよね。はい、ちょっとみんな気になると思うんでね、このヒカキンさんのツイートを貼っておきます概要欄に、よかったら見てみてください。でなんで今回この話をしてるかっていうと、みんながもしさ3月11日生まれで人生で最も幸運を手にするってなったらさ、どう？嬉しい？嬉しいって雑に聞いてるけどさ、どうなんだろう。まあ大体の方が嬉しいよね。まあいいこと書いてあるからね。これ結構いろいろあって、例えば5月6日とかだと、月に一度は後悔するとかなのね。何？毎月何があるのみたいな。ちなみに5月6日ってうちの次男坊なんですけど、はい、まあ良くないっていうか、ちょっとなんだろうみたいなのもあるわけで、その中でもめちゃくちゃいいフレーズなの、人生で最も幸運を手にするってなってるからね。でも実は私ですね、あんま嬉しくなくて、これに関して、はい、でそもそもですね、そもそも、占いって割と好きなんですよ。好きというか、なんか性格診断とかは好き、そう好きで、だから、名前とかの画数見てもらったりとかも結構好きなんですけど、ただ例えば、朝の、目覚ましテレビとか占い、目覚まし占いとかかな、ああいうのは基本的に見ないです。見ないですし、見たとしても信じないですね。はい、真に受けることはほぼないです。で占いに関しても基本的にいいことしか信じませんという、かなり都合のいい生き方をしております、私は。それが占いの自分との向き合い方だと思っていて、引っ張られたくないんですよ、マイナスの負の情報に。例えばじゃあ目覚まし占いとかでさ、今って目覚ましと、俺あれよ、ジップ派だから分かんないんだけど、ジップはさ生まれ月なんだよね。今日の1位は12月生まれのあなたみたいな感じなわけで、3月がさ例えば12位だとしたら、ちょっとズンってなるじゃん。普通に言ったら、うわ今日なんか嫌なことあんのかなみたいな、なるでしょ。そうやって思いながら1日過ごすのはもったいない、自分の中で。だから忘れる速攻で、全然気にならないというか。で1位だったり、その2位3位とか上の方にいたら、内容も覚えてない。ただ今日いいことあるんだ、ラッキーって思う。そういいことあるんだの情報は受け取るくせに、今日悪いことあるかもしんないよっていう情報は受け取らないっていう、はい、っていうタイプ。俺の占いの付き合い方はね、ただ決めていることなんですけど。で今回なんでこのね、人生で最も幸運を手にするっていうのがあんま好きじゃないかっていうと、人生で最もっていうフレーズがちょっと嫌で、だってこれをさめちゃくちゃ真に受けたら2020年ピークだよ。俺今年がただ人生で最もなんだもんでしょ。で俺あとさ、今35歳なんで、一応80歳までは生きたいから、最低あと45年はあるわけよ、人生が。俺今年のピーク超えないのみたいな、
そうだから受け取らないこれに関して、ただあ今年はいいことがあるんだよしみたいなっていうふうに思います、思ってそれだけ受け取りました私は、はい。でこれはですね、なんでこんなふうに思ってるかっていうと、もともと中学の時にいじめを受けてて、で人間不信になったりとか、まあ、まず自分に対する自信が何もなかったんですね。なんで自分は生きてるんだろうみたいな過ごし方をしていたんですけど、でその中で自分のそのネガティブな思考とか、そういった自分に対する、落としてしまう考え方っていうのをどうしても変えたくって、で毎日鏡に映ってる自分に向かって、お前は運がいい、お前は運がいい、お前は運がいいって言い続けたんですよ、ずっと洗脳しようと思って。で今は俺本当誰よりも強運だと思ってるんですけど、自分のことを、そうっていう風に、まあ、考えを変えていったのね。でこの変えていって良かったなと思うことがあってね、例えばさ、みんなね、じゃあさっきの占いの話をしよう、目覚ましテレビみたいなジップでしょうか、みんながじゃあさ、その結構占いを気にする方で、今日自分の運勢が12位だったと思ってる人っていうのは、今日は嫌なことが起きるかもしれないって思っていると、嫌なことっていうところの電波、アンテナが立っちゃうんですよ。つまりみんなが24時間1日まあ生活していく中で嫌なことが引っかかるの、なぜかっていうと嫌なことが起きるだろうなと思っているから。だから嫌なことがあったら、ほらやっぱり占いで言ってた通りだよってなるわけ。そう、でも逆にいいことが起きるかもって思っている人は、いいことのアンテナが立っているので、いいことに目が行きます、ラッキーで、それの自分はそれをそうやって生きていきたいの。そう、常にいいことがある、いいことに目を向けたいの、全部フラットな、何もそのいいことに目を、アンテナを気にしなくて生きてたら、人っていうのはおそらくいいことも悪いことも絶妙なバランス関係であると思う。そんなにもう本当にいいことしか起きてない私の人生なんて人はほとんどいないはず、あのアンテナを消したらね。まあ、俺がいつも51対49って話をするんだけど、人生は 51% の幸運と 49% の不幸でできてると。だからすごい際どい差なんだけど、幸運、いいことの方が絶対多くはできてるとは思ってる。でも際どいんだ、そこの差は。だけどどのアンテナを自分が持つかによって目がつくというか、その見つけられることが違うんだよ。でそうすると自分がなんか運がいいことがいっぱい起きてる気がするわけ。そうで、いいことを自分が思ってるのは、例えば嫌なことが続くこともあるじゃん、泣きっ面に蜂じゃないけどさ、嫌なことマジまた続くよみたいな、そうそうあるけども、自分は嫌なことが続いたり苦しいことが続いてたら、それ以上の幸運なこと、いいことが起きる前触れだと思ってるの。それも信じてる、そうやって思ってるから。だから嫌なことが続いて もうめっちゃ辛い、もうめっちゃ辛いっていう時もあるけど、あ待って、俺この後どんだけいいことやってくんの、やばくないみたいなって思って生きてるから、それがそのね、まあ、過度な期待をしてると意味がないんだけれども、幸運のハードルを下げるっていうのを自分はセットにするの、絶対に幸運のハードルを下げる。だから朝起きた時にめちゃくちゃ今日の空が自分好みだったとか、俺にとってはめちゃくちゃハッピーなの、それってやべえこれ来てる今日の空みたいな、で思っちゃうわけ。ごめん気持ち悪いかもしれないけど俺思う人なのね、そういうのも。でそうやって自分の幸運のハードルを下げることによって、やべえ超いいこと起きてるってなっていくのね。そうでそうやって自分のいいこと、まあ、幸運のアンテナを立てることで人生が豊かになっていくって思ってる、まあ、それは実践にそう思ってそうなってきたからさ。今でももちろん、いつも言うけどさ、すごく浮き沈みが激しい性格なのね、うん、だって今ダラダラと喋ってるでしょ。今6月6日前日の今23時52分です、これ喋ってるのは。もうちょっとで6月7日になりますね。さっきキャスやってまして、実はキャスの直前ぐらいまでキャスやるか迷ってたんですよ。今日やろうって決めてたんですけど、本当は迷ってた。なぜかっていうと、めちゃくちゃ落ち込んでて今日俺。そうでもね、特にこれって、まあ、多少あるんだけど、でもそんなにその原因はそこまでへこむことじゃないよ別に。そうだけどなんかいろんなことが重なってしまったりとかして、タイミングもあってもうね、ズンってなってたズンってなってたよ、みんなに見せれないってくらいなってたと。でもまあそれもリアルだし、そうそうそう、でもそうなっちゃうんだけど、そこでとどまらない。そう、嫌なことが辛かったけど、辛いことがあるんだけど、それ以上のことが絶対にひっくり返るから、不幸はずっと続かねえって、俺の人生においてって思ってて、
なんかそういった考え方っていうのを今回紹介したかった。そうだからこれを引き合いに出して今回ね、あのタイトルを決めたんだけど、そう自分が持ってるアンテナってすごく大事で、そうでまあ本当同じことをまた言っちゃうんだけど、大事なことはちょっともう一回忘れて、人生っていうのは本当いいことと悪いこと両方起こってるから、そういいことだけもない悪いことだけもないんだって。そうまあもしかしたら今ねみんなのその過ごしてる期間が悪いことが連鎖で起こってるかもしれない。特に学生っていうのはその自由が効かないじゃん。でしょ、中高生自由効かないでしょ。例えば家がさもうすごい苦しい、家にいたくないっていう、家が不幸っていう場所だったとしたら出れないから、大学に行くまでなかなか出れない、まあ、高校生で家出る子もいるけどさ、そう出れないでしょ。だからそこは2年3年っていうちょっと辛い期間が続いてしまうかもしれないけど、その辛い期間の後にその3年間苦しかったそれ以上の幸運やってきちゃうからね、来るよ。俺も、まあ、中学の時13歳でいじめを受けて、そこから人間不信になってちょっとバランスがおかしくなっちゃって、精神バランスがね、でうつ病っぽいになっちゃったりとか自殺未遂してたりとかしてて、完全に、まあ、今でもちょっと思うことあるから完全に消えちゃいないんだろうけど、でもまあ20歳21歳ぐらいである程度自分が生まれ変わるだと思ってる。でも言っても7年8年かかってるの、そこにはすごい苦しい時代が続いてて、そうもちろんその中にさ普通に見たら充実してたよと思う、周りから見たら。でも部屋に自分の家に帰って部屋になって一人になった時にはベッドの隅、部屋の隅で真っ暗な部屋にして体育座りでズーンってなるっていう、アニメで見るようなシーンよ。あ、それリアルだから、そうなってたから俺。そうでも ある時そうやって洗脳するようにね、自分運がいいって言い続けてちょっとずつ変わっていく中で、この8年間苦しんでたけどそれ以上の幸運が俺のこの後の人生でやってくるって思ってる。今こうやって YouTube である程度、ね、みんなに見てもらえる存在になったのも、もちろん自分の努力も成果もあると思ってる、自分の、なんだろうな、才能もあるかもしれん、でも運も間違いなくある。だからそれはきっとここの運っていうのはあの時の不幸が頑張ったそのプラス分が今起こってるんだろうなと、そうって思って、まあ、こういう考え方もあるよっていうのをぜひ覚えててほしいです。で最後にこれね、結構生徒とかでも紹介してたんだけど、昔結構ネガティブな子が言うと何を思うかって、じゃあいいことが起きた時にね、いいこと続く時もあるじゃんか、えってそれ以上の待って、これこの分の不幸起きるのかなって心配になることない？あると思うんだよね。これね、私の考え方を教えます。辛いことがあった時にはそれ以上のプラスが起きるっていう発想になるんですけど、プラスが起きた後にそのプラス、こんなにいいことがある、じゃあその反動で不幸がってことは起きないんですよ。不思議でしょ、そう思ってるんです。なぜかっていうと、マイナス分、先にマイナスを払ってその分のプラスが起こることはあるんですけど、先に前払いでプラスをもらうことはできないんです。人生では苦労があるから幸せがやってくるんですっていうのが自分の持論、はい、これは揺るがないです、ずっとっていうのが、今みんながね話をここまで聞いてくれて、そっかとはきっとなかなか思わないです。なぜなら俺が中学の時この話を聞いても、そっかとはきっと思わない。はあ、なんか言ってるよって思うと思う。けれどね、きっとここまで聞いてくれたみんなはこういう話をした、こういう考え方を持ってる人間がいるっていうことは覚えてくれるよね、きっと。そう、参考にするかどうか置いといて、でいつかこの自分が話した話が刺さってくれたらいいなと思う。今じゃなくていい、今すぐ全部受け取らなくても構わない。時間かかるかもしれない、俺みたいにね7年8年かかるかもしれないけれど、いつかみんなが何かのきっかけでちょっと考え方が変わった時に、あって、あの時なんか YouTube 見てた人言ってたな、こんなこと、あちょっとわかるかもしんねえってなってほしいなって、みんなの中、みんなの心の畑の部分にちょっと種を任せてもらった感じ、それが枯れちゃうかもしれないけど、でも芽が出て、ね、みんなの心にちょっと綺麗な花が咲かせたらいいなと思って、種を任せてもらいましたすいません、また勢いで話してきましたけど、はい、こんな感じで思っておりますので、よかったらね、まあ、種だけでも受け取ってやってください。はい、じゃあちょっと長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ということで9年目もね、またダラダラジオこんな感じでやっていきますので、よかったらまた次回も聞いてみてください。では今回はこの辺で終わります。以上です、ありがとうございました。